田中康弘は沖縄県出身の社会学者。研究テーマは写真論、風景論、メディアと体、戦後沖縄史、現代社会論、近代化理論、ポストコロニアル研究など多岐にわたる。沖縄国際大学、琉球大学、国際キリスト教大学で教弁をとり、現在は沖縄大学非常勤講師、同大学の地域研究所研究員。 法政大学沖縄文化研究所国内研究院。1954年、アメリカ合衆国による占領統治下の沖縄牛川村に生まれる。1976年、琉球大学法文学部、法政学科卒業。後に、アメリカへ留学し、1980年、ワイオミング大学の社会学部を卒業。1995年、ウィスコンシン、大学マディソン校にて、 社会学部博士課程を修了し、最終学位は社会学博士。田中は風景、記憶、眼差しなどを切り口に戦後沖縄史を読み解く先駆者である。アメリカ留学より帰国後は、1997年から沖縄国際大学及び琉球大学で講師を務めた。2005年から国際キリスト教大学教養学部、アーツサイエンス学科にて教鞭を取り、 在職中は、メディアコミュニケーション、文化デパートメント長などを務めた。展開される創造的な板書裁きと、それを裏付ける豊かな知識で学生たちを魅了し、毎年10から25名の学生たちの卒業論文に加えて、修士論文や博士論文の指導をした。ジーコンラート、アイ、セレニー、インテレクチアルズ、オンザロードツークラスパワー、A、ソシオロジカル。 Study of the role of the intelligentia in socialism ハーコートブレイスヨーバラビッチ Inc. 1979デモクラシーザオープンレクチャーシリーズアットザ沖縄インターナショナルユニバーシティジューン21 1997ありがとうございます